お風呂上がりです。皆さん乾杯です。はい、お風呂に入りました。アイスやありがとう。なんかさ、聞いてほしい。今日 2,3 時間ぐらい昼寝しとってんけど、もはや睡眠、普通に。しかも床で帰ってきて、ちょっと仮眠しよっかなと思ってゴローンってしたら、あれあれってなってました。お風呂上がりのアルコールちゃうよこれね。アップルティー、今なんか最近紅茶にハマってて、寝たらあかんのよ。することあったのに、覚えなあかんことがあったのに寝ちゃったから、ちょっと今日少し夜更かししようとは思ってるけど、めっちゃ眠くて、逆に超眠い。あ、23日ですか、申し込んだ。昨日もさ、公演申し込みをさ、みんなに締め切りを伝えるって伝えたのに、いつの間にか日付変わってた。寝すぎてる、ちょっと寝すぎてさ、なんか逆に目が腫れて。あ、そう、昨日はゴルダンにお邪魔してきた。ゴルダン行ってきて、久しぶりに、なんか、え、もうリアルに1年ぶりかな。去年の春コンを見に来てくれてて、多分それぶりにランさんと会った気がする。かわいい。昨日のツーショットを見てずっとニヤニヤが止まらないって。嬉しい。恥ずかしいけど、ありがとう、見てくれて。そう、ゴルラン行ってきて、そう、会えてね、よかった。あ、ツーショット、何億か年ぶりに制服にはできました。嬉しい。今制服をね、洗濯物干してる。彩香に借りたので綺麗にして、モーニング行こうねって。あー、優しいのよ、見てほしい。じゃあ私のゴルランのラインナップをみんなに見せてあげる。影影よいしょ。これじゃあ1、なんか本当にさ、ランさんのファンの人ってマジで優しくて、まあどのファンの人も優しいんけど、ユーモアがある人がいっぱいで、しかもやっぱ水色かわいい、このゴルランの色味。見て、これをねゲットした。なんかね、生地がサラサラな生地で、吸収性すごそうな感じで、涼しそうで、首元もこのニットみたいなのが可愛くて、可愛くない？これデニムとかにも合わせても多分絶対可愛い。で、黒か白もあったけど黒にした、黒のですけど。あと靴ひも、これレッスンシューズに入れる。可愛くない？ファンの人がねつけてて、しかも可愛い色味、ゴルランブルーって書いてる。これです。コメントにもあったんですけど、こちら、なんとプレゼントしていただきました。ありがとうございます。しかもその場にいたランさんのファンの人がプレゼントしてくださって、優しい、優しくない？これも優しい、ありがとうって言って、イケメンだった。うん、そう、いっぱいね可愛いのもあって、優しい、なんか
こう遊びに行った時にさ、ランさんのファンの人がランさんと一緒にすっごい楽しそうにおしゃべりしてる姿も見て、いやそうだよ、会いに行ったのにさ、会いに顔出しに行ったのに買ってもらうってどない状況。ありがとうございます、本当にもう大事にきます。いや本当に優しさいただいたよね。しかもランさんのファンの人も握手会トーク会とか来てくれてて、あこの人来てくれましたよって話してたら、ランさんもああの人ねみたいな、それで盛り上がったりしました。でその時にランさんに差し入れて買った紅茶が美味しそうで、なんか自分にも買おうかなってなんだけどさ、ちょっとなんかまあいい紅茶よね、まあいいコーヒーみたいな感じ、テンションか、まあカルディのドリップコーヒーかスタバのコーヒーかみたいな、ちょっとめっちゃそんな全然高くないけど、そんな風にカルディやったらさ自分で買うけど、スタバのマイルドってなかなかさ自分で買うにはちょっといい値段するやんみたいなっていうテンションで、まあ紅茶を、まあ、ランさんにホッとしてほしいなと思って買って、ただそれいい紅茶を自分で自分に買うのってなかなかうーんってなって、わかるこの気持ちで、マナさんだけに買って自分のやつは一旦紅茶があったからそれを飲もうと思って、そしたらアップルティーで美味しくて、なんか買おうかなと思った。紅茶嬉しいかも、プレゼントしてもらったら。コーヒーも嬉しいんだけど、まあコーヒーは朝、紅茶は夜みたいな風に使い分けて飲めるオシャンティーな女性になりたいなって思いました。コーヒー4年に一度くらいしか飲まへんって人いた、ほんまに。あ、ご飯行ったよ。その後ね、ランさんがお家にお泊まり来てくれて、お泊まり会してました。一緒に映画見てたけど、ランさん途中で寝た寝てて。紅茶おいしい。確かに頑張ったご褒美ならいいんだよ。確かにそれはそうか。呼んでよって。おいしかったな。お鍋を食べて、お、何これ、なんかすごいの出てきた、あ、なんかすごいギフト出てきた。あ、そう、ほんまはサウナに行きたかってんけど、一緒に行こうって話しとってんけど、まあね、終わる時間的に遅くて行けずで、めっちゃお話ししたよ、なんか足りんかったくらい。乾杯とかしちゃったりして。やっぱりランさんは偉大、本当にいっぱいかっこいい背中見せてもらって、いろんなことを学ばさせてもらったのに、卒業してもさ、こうランさんのなんか向上心っていうのかな、それがすごい刺激になって素敵だなって。やっぱ何かに頑張ってる姿ってやっぱ素敵だなってって思って、自分もいい報告をねランさんにいっぱいできるように頑張ろうって思った。いや頼れる先輩だよね。なんか不意にさ、こう悩んだこととかを言ったら、すっごい的確にこうした方がいいんじゃないみたいな、これはこうじゃないっていう風に言ってもらえるのがすごいありがたいなって思って、スッて入ってくるのもすごいよね。それがそうなの。だから本当はね、ランさんに差し入れでお酒持って行きたかったけど、あのお泊まりやったから荷物になるかなと思って読みちゃった。ね、なんか本当に、そしたらすごいランさんが嬉しいこと言ってくれてさ、もうなんか泣きそうになっちゃったぐらい嬉しくて、ちょっとそれはメールで送ろう、恥ずかしいから。いやもううるっときたよね。
泣いていいね。私ね、別に泣かないタイプなんだよな、別に。いや、励みになった。ポケットサイズのお酒とかあるんだ。難しいね、差し入れって。なんか難しかったかも。だとどれプレゼントしようかな。プレゼントというかさ、まあ一日ね、こう日々の疲れを癒してほしいなっていうのもあるし。あ、チカちゃん見ながらリファしてる。これね、コロコロ。もうなってるよ、すでにみんな励みに。なんかみんながいるからさ、頑張ろうって思えて、可愛くなろうって思えて、面白くなろうって思えるよね。1年ぶりに名古屋でのポップアップで。お、そう、生写真今日までです。5月の生写真はできることフリフリだって。可愛くない、なんかフリフリとは。できることフリフリ衣装。お前ね、希望水色の衣装着たかってんけど、一回着たことあるかな、多分着たかったけど黄色やった。どの衣装も可愛いんだけどね、あの衣装大好き。マキコさんのさ、ツイート見てエモってなった。そう、パステルかわ、やっぱパステルって可愛いね。水色好き。まだ最近でも何が好きかな。いや、もう水色、薄ピンクもなんか好きやねんな。だこの前のさ、パジャマの写メ会のパジャマもさ、ちょっとパステルピンクみたいなやつで。面白くなるコツ教えてください。知らん。面白い人と喋る、バラエティ番組見る。知らん。見てほしい、私の眉毛薄。あ、グレーも好きかも最近。でもさ、難しいんだよね。あ、そうだ、じゃあちか、後で X につぶやこう。私といえばっていうイメージから聞きたくて。この前のさ、インスタライブでもマネージャーさんとしとってんけど、夏ライブの日に、なーにとか言ってて、なんかはっきり答え出えへんのも終わって。あ、薄めの色好き。紫も可愛いね。パステルカラーかな、最近好きなの。え、めっちゃ怖かったね。こんな風にやったごめんね。めっちゃ怖い顔した。やめるわ、怖いから。あ、ランチパックのこのちょっとさ、 X のさ、あれに書いとこうかな、下書きに。お、来月何年かぶりにお話し会に行く、お話しに行くわって。嬉しい。みんな、トーク科学司会は残り6月22日のみなので、いっぱいゆっくり話せるのはその日なので、ぜひ来てね、名古屋です。写メ会はその1週間前で、まだ会いに来れるので、ちょうど1ヶ月後ギリギリじゃなくて、いっぱい会いに来てください。余裕持って、面白い話任せて。ストックしとくわ。じゃあ最近あったおもろい話。なんかおもろいの基準ってむずいんですけど、あ、なんか彩香と爆笑したぞ。なんか彩香が楽屋隣で、でもそんな風に笑ったやつって忘れちゃうねんね。なんだっけな、おもろい話。あ、じゃあランさんとのおもろい話。あ、
昨日ね夜ご飯食べに行って、その時にサンシャイン栄の前を通過して、観覧車の前でで、ランさんが写真撮ろうよみたいな、観覧車とスリーショットでね、ランさん私観覧車で、そして近すぎて、場所で言うとさ、あれ SK のプチッとカフェみたいな、よくドリンク生誕ドリンクとか売ってるあたりで撮ったから、もう激近で、いや観覧車も映んないし自分たちも顔めっちゃでかいですよみたいななって、あ確かに近すぎるわってなって、ちょっと離れたの、ちょっと離れたところで撮ってんけど、もうなんか下手くそすぎて顔なんか伸びてたっていう話以上地下だけに撮れた、落ちなかった、ごめん落ちなかったけどナイストライじゃないおもろいでしょ。はい、そこで笑った君、次ぜひ君が特化握手会で面白い話しに来てね。でしょ、おもろすぎて腹筋割れるでしょ、でしょ、そうドンキくらいから撮らないとねって、それな、あその写真おもろいよ、あげよう、ストーリーか X かどっちがいい、みんな、マジで楽しそうすぎる、マグカップほんまに一人暮らしの人が持ってる量じゃない量持ってる、 AX がいいの、どうしよっかな、それでも1日限定のストーリーもまたいいよね、どっちにしようかな、なんか SNS って難しいよね、どっちがいいですか、悩んでる、まあ、楽しみにしててください、そこで悩むとこじゃないとか悩んでる、あちょっとじゃあこのできることフリフリのストーリーでも告知しよう、ちょっと待ってね、もうゲットしてね、おでこかわいいからかゆっ、なんかさ外人さんみたいにさ、外国の人みたいにこことここの距離を縮めたくて、私ブス待ってブサイクやった今、はい、そんなこと言わない、待って告知する、ちょっと待ってね、顎置き、ちゃんと生写真の URL も、え電波怪しい、